そうなるとね、やはりねアウトコース中心になると思いますよ。インコースだったら厳しい球ですよ。ここも外、三遊間、さあ本田は三塁を回ってホームに帰ってくる。ボールが返ってくるがタッチできない。ホークスが1点を先制しました。4回の裏、ちょっと本田がキャッチャーと交錯しまして、今足を痛がっていますが大丈夫でしょうか。あ、かなり痛そうですね今のシーンです。長谷川がレフト前ヒット、そして二塁ランナー本田が一気にホームに帰ってきて、どこに当たりましたかね。足が入ったんですよね、この間にね。あ、これでちょっと体重がこう乗ってしまったんですかね。はい、あ、大丈夫でしょうか。ちょっと心配ですねこれね。かつてあの国母もこのような形でね、はい、あ、まあ、そこまでね入って、上に乗っかってないからですね、はい、大丈夫でしょうか。ホークス大きな1点は入りましたが、この国母、失礼、本田の怪我がちょっと心配です。今担がれてベンチに戻っています。